下田さん3周年おめでとうございます。これからも通いますので、下田流3周年めちゃめちゃ並んでます。すごい事件が起きました。普通に使ってたのに突然半分に折れた。不吉すぎませんこれ。不吉ではないけど、どうすんのこれ。撮影できないよこれ。一日使ってるもんね最近。やばい、今日行かなきゃ。ものすごく僕ドキンガンなんで、これないと全然見えなくて。なんかいいな、全く見えない。まあ買っといてもいい。いいよ、いつものは結局買う。これじゃ、あ、これスコーン、スコーンか。ありがとうございます。保存食だ。セリアルレーズンいる？買っとく。あれがないね。スコーンない。バナナ、マカダミアのバナナが嫌いなんだよな。少年のもの一個も入ってないけど、チョコクロワッサンベーグルだって気になる。買ってみたの。クロワッサンだって。クロワッサン、これは初めて。うん、そうだ、食べる。これ買っといて。うん、うん、朝一で売れちゃったかな。夜番出ている場所、一応いるかな。ヨモギ餅ベーグルアンパン買っといた。うん、買ってみよう。そんな感じ。ベストラクないぞ。買ってみる。一つぐらい。冷蔵で。冷蔵か。一個ぐらい三周年記念を買っとかないと。三周年。美味しそう。ああ、よし。よし。あ、後ろ。本日の下田流で買ってきた下田流三周年記念の戦果はこれです。で、基地は今日も見ております。お留守番してたんだよな。シナモンロールデストラクションだシナモンロールデスクラクション、デストラクション、デストラクション、デストラクションってどういう意味よくわかんないけど、やっぱこれ中身見た方がいいんじゃないの。入ってんのかな、600円。だって600円だもんね。期待していいでしょうか。なんか入ってると思う、中に。シナモンロールだけど普通入ってないもんね。入ってないね、うん、パリパリですね。あ、なんか入ってる。これは？なんだ？チョコ？なんだ？なんだろう？なんだろう？よくわかんないけど、何かが入ってる。けどすごいシナモンの香りと。あ、じゃあ中身シナモンのフィリングかな。うちではこのよもぎ餅は初めてだったので。ちょっと中身見てみましょう。かわいい。かわいい。すごい、ちゃんとあんこと白玉が
入ってますね。ぎっしり。ぎっしり入ってますね。うわ、すごい。和菓子みたい。和菓子みたい。うん、美味しそう。バリバリ。中身はまあこんな感じ。表面を楽しむパンかな。生地だね。生地だね。生地。うん。かね。あ、これ一応ベーグルなんだね。そう。クロワッサンベーグル。面白い。クロワッサンのベーグル。下田さんバイバイっつって。まあ会ったことないけどねって。